一方、高校サッカー岡山決勝、青のユニフォーム興南は前半ボールを支配して緑のユニフォーム作陽のゴールに襲いかかりますが、あと一歩詰め切れず先制点を奪えません。すると前半31分、ゴール正面でフリーキックを得た作陽、蹴るのはゲームキャプテンの吉森。左足で鮮やかにゴールネットを揺らし、作陽が先制します。さらにサイドが変わった後半27分にはスルーパスに抜け出した小川がキーパーとの1対1を冷静に決めて追加点。作陽が2年ぶりの全国大会出場を決めました。